その任務拝命いたします。ごめん遅れたか。何か重要な話をしてたところだよな。キリト来てくれたんですね。召喚は新たに任務を授かりました。レクタの呪いなるもので各地が混乱に陥っていると聞きました。召喚も解決に尽力したいと思っています。カーディナル、シャスター、なんでドロシーは病み上がりなんだぞ。キリト、こたびの騒動はお主の調査からも分かったが、単純に強い戦士を派遣して解決するものではない。魔獣やベクタの掛け帽子の撃破は神殿を中心とする一帯にかけられた魔獣の増殖に関する暗黒術を解除してからじゃ。つまりはその地の浄化ができる暗黒術、もしくは神聖術の使い手が必要となる高度な術。それも広範囲で行わねばならん。周囲の神聖力を使うと考えると機会は一度きりじゃ。確実性が求められる。そしてこの状態以上の解除、浄化の神聖術を会得しているものですぐに動けるものはわしとドロシーしかおらん。無論わしが行くつもりじゃった。そのための準備もしておったからな。召喚がその任務をやりたいと申してたのです。カーディナル殿は人海の要、万が一のことがあっては新たな戦争の火種になります。それは絶対に避けなくてはなりません。そもそも今は人海に協力してもらっているとはいえ、まだ暗黒海内での問題です。ならば暗黒騎士が動くのが定石というもの。これは暗黒界全体のメンツにも関わる問題です。でも俺も反対した。一人の力に頼る作戦はそいつが倒れればおしまいになる。万が一ドロシーに出てもらうにしても負担を減らすような作戦が必要だ。だがカーディナルはすでにそれも用意していた。それならという話になったんだ。うむ、浄化や解除の術を最大限強化する陣機を作成する。今から見せよう、キリト。これはルニエとティーゼが持ち帰ってくれたものじゃ。ダークテリトリーに浄化の逸話は少ない。ありったけの逸話を調べて各地から高リソースになるものを集めてもらった。そして核となるものにオブシディア城に保管されておった鉄血の時代集結の際に使用された戦機を組み込む。今より昔混乱していたダークテリトリーの時代を終わらせる戦いに使われたものだ。果たしてどんな陣機になるか。システムコール。勝手に手のひらに。陣機とは使い手を選ぶものなのじゃ、ドロシー。陣機はお主を選んだ。どんな形になるか予想できんかったが、こうなったか。旗が陣機。旗というものは様々な役目がある。核となったものは戦機じゃったが、何かの象徴のために、存在を示すために、あらゆる使い方をされる。和平の象徴となっているドロシーにふさわしい形をとったと言えるな。なわそうじゃな。成功の旗とでもしておこうか。成功の旗。これが召喚の陣機。ダークテリトリーで自身の存在証明に悩んでいた彼女にとって、その旗はまるで天からの贈り物のように見えたそうだ。嬉しそうに微笑む彼女を見たら、俺はもう何も言えなくなった。君に辛い思いをしてほしくないだなんて。
天幕に戻るか。キリト、待って、待ってください。あ、もう出発するんですか？召喚を置いていかないでください。そんなつもりないよ。一旦施設団の拠点に戻ろうとしただけさ。ドロシーが手伝ってくれることも他のみんなに知らせなきゃいけないし、あんまり走るなよ。病み上がりだってことを忘れてるだろ。キリト、怒ってますか？君に相談なしでしたこと。違うよ、怒ってない。俺は俺は心配なんだ。ドロシー、無理してないか？海難のこともあった。俺たちゆっくり弔いもできてない。その上これだ。ドロシーは十分頑張った。嫌なら逃げていいんだぞ。キリト、召喚がこたびの任務を受け入れているのはだからこそなのです。きっとカイナン殿がいたらこう言いました。ドロシーさん、頑張ってくださいね。暗黒界がこの調子じゃ商売もおちおちできませんよって。君にもこう言います。キリトさん、和平を成し遂げて私を儲けさせてくださいよ。怖いのは嫌です。守ってくださいねって。キリト、召喚だって君と同じく気持ちの整理はできていませんよ。でもだからこそ誰かの役に立ちたい。カイナン殿、あんなに怖がりだったのに戦場に現れて助けてくれました。最後まで召喚たちを心配してた。勇気があって献身的な人でした。優しい人でした。きっとやりたいことがたくさんあった。でも亡くなってしまった。キリト、召喚はみんなを守ってあげたい。これ以上誰かを失って悲しみたくない。力があるならか弱き人たちのためにこそ振るわなくては。キリトもそう思いませんか？そうだな。キリト、君だってカイナン殿と仲良くしていた。辛くないはずがない。泣いていいんですよ。ですから今だけ二人だけでカイナン殿を忍びましょう。